和歌山県のアドベンチャーワールドで目撃されたのは、ぽよんぽよんと跳ねながらカメラに迫りくるアザラシです。 SNS では300万回以上再生され、すごい迫力、中毒性あるなどの声が上がっています。水中では後ろ足を使って優雅に泳ぐアザラシですが、なぜ陸上ではこのような移動方法になるのでしょうか。アザラシの仲間のアシカと比べると、アシカは前足を使って4足で歩きますが、アザラシは前足が短いため、イモムシのように腰を上下に動かしながら進みます。アドベンチャーワールドによると、アザラシは体温を維持するために表面積が小さくなるように進化。その結果、前足が短くなり、このような歩き方になったのではないかといいます。